ムネイソカは、ワニトカゲギスモクに所属する魚類の分類群の一つ。深海を主な生息域とする海水魚のみ、ニアカ十属67種で構成される。ムネイソカの魚類は、太平洋、インド洋、大西洋など、世界中の海に広く分布する。キュウリエソアカ、ムネイソアカのニアカからなり、これらにグループは、中層遊園性の深海魚であるという点で、 共通するものの、両者の形態には、異が大きい。全体の分布推進はおおよそ50から1500メートルの範囲で、海底から離れた中層不活発に漂い、甲殻類や動物プランクトンを捕食する。ほぼすべての種類は、生物発光を行い、頭部、腹部、尻びれの規定などに、多数の発光器を備える。両赤に共通する、形態学的な特徴として、 エラ上骨は6から10本で3本は上舌骨の上にあること、エラ膜に通常6個の発光器を持つこと、ギエラを持つことなどがある。ギエラは他の多くのワニトカゲギスメ魚類では体化あるいは消失しており、本家の特徴となっている。胸エソカワニ赤10六67種で構成される。キューリエソ属の一種モーラリカスムアリリー。本赤は細長い体型が、 特徴とがるムネエソアジャイラパリカスアキアリアタス。上向きの環状岩、銀化した、体表面など、深海中層での生活に適応した形態を持つ、ムネエソスターナプテックスダイアファナ。著しく突き出た腹部によって、体側の面積は、大きい一方、左右の厚さは、数ミリしかないキュウリエソアカ、モリリシニーは7属25種を含む、近縁の横エソカと、 類似して、体は細長く、さほどがは平たしない。キュウリエソは、日本海におけるほとんど唯一の中層遊泳性深海魚とされ、独特のキュウリ臭を持つことが、和名の由来となっている。尻びれは一つで、ヒレ状は19から38本。油びれの有無は様々。発酵器は胸部に配置され、6つは、エラ膜にある。本赤は、 側系統群である可能性が示唆されている。ムネソアカスターナプテカイニーには3属42種が記載される。左右に著しく平べったく側平たした体型が大きな特徴。体高は高く、腹側が極端に突き出し、龍骨のような構造を持つ種類もある。口は上向きについており、ほとんど垂直となる。天眼ムネ胸粗族、胸粗族は外洋性の深海魚であり、 全世界に分布するが、法年へ相続は、沿岸付近の深海で生活し、特に西部太平洋に多い。法河河魚類は、深海中層での表栄生活に適応した、特化の進んだ形態を有している。体側面は、規則的に配列したグワニン結晶に覆われ、鏡のようによく光を反射するため、他の捕食者や餌生物が、横方向から、胸へソ類を視認することは容易ではない。 ほとんど真っ平らに側平たした体型は、銀貨によるカムフラージュ効果を高めるものと考えられている。また、腹部に配置された発光器の光量を調節することで、下方向に映る自らの影を消すことが可能である。背びれは8から17本の難情で構成され、単ひれ骨の構造は特殊化している。尻びれは2つに分かれ、ひれ状は11から19本。 前妻骸骨にはトゲが存在し、ほとんどの種類は油びれを持つ。天眼胸粘など上向きの感情眼を持つ種類もある。ありがとうございます。